秋の味覚サンマの棒受け網漁が解禁され、根室の花咲港では大型船15隻が出漁しました。今日解禁されたサンマの棒受け網漁、根室の花咲港では今朝例年より10日ほど早く大型船15隻が漁場へと出発しました。一方、小型船中型船の出漁時期は未定となっています。やっぱり出た以上は頑張って大漁を目指すしかないな、やるしかないな。ここから2日ぐらいかけて走るんですか。まあ、気がなく頑張ろうかなって思ってます。サンマの水揚げ量は2019年度から4年連続で過去最低を更新しました。去年は5年ぶりに増加となりましたが、依然として低い水準で、水産庁によりますと今年もサンマの来遊量は去年と同じ程度の水準とみられています。